皆さんこんにちは。卓球女子日本代表のパリ五輪選出メンバーが2月5日に決定しました。パリ五輪のシングルス代表には全日本選手権終了時点で選考ポイント1位の早田ひな選手、同2位の平野美宇選手が決定。団体戦に出場する3枠目は早田選手、平野選手とダブルスが組め、団体のシングルス、ダブルスで活躍が期待できる選手を強化本部が決定するとし、張本選手と伊藤美誠選手が争う構図となっていましたが、張本美和選手の選出が決定しました。そんな中、早田ひな選手の人間性や凄さに注目が集まっているようです。卓球のパリ五輪代表候補予定選手に選出された女子の早田ひな選手が6日所属先を通じて感謝の思いを明かしました。約2年間に及んだパリ五輪の代表選考レースでは首位を独走、早々にシングルス代表の座を確実すると、代表選考レースの最終戦となった先月末の全日本選手権で連覇を達成。圧巻の強さを見せる早田ひな選手は、2年間にわたる選考レースを一緒に戦ってくれた石田コーチ、チームひなスタッフの皆さん、そして私を支えてくださった所属先の日本生命様、スポンサーの皆様、日本卓球協会の皆様に感謝申し上げます。そして選手と一緒に戦ってくださった卓球ファンの皆様、温かい応援ありがとうございましたと謝辞を述べました。大舞台までは半年余り。私の目標は五輪で金メダルを取って、両親をはじめこれまで支えてくださったたくさんの皆さんに恩返しをすることです。応援してくださるたくさんの方に喜んでもらいたい、そういった感謝の気持ちを持って五輪に臨みたいと思います。皆様引き続き応援よろしくお願いいたしますと力を込めました。かねて早田ひな選手はパリ五輪を意識してプレー、五輪に出場することを目標とはせず、五輪で金メダルを取れる選手を目指し、世界一の選手になることを目標に頑張ってきました。ライバルではありましたが、たくさんの素晴らしい選手たちと切磋琢磨してきたことで強くなることができましたと振り返った上で、私は卓球を始めてこれまでの間にたくさんの方と出会い支えていただきました。その中でも一番は石田大輔コーチとの出会いが私の卓球人生を大きく変えてくれたと思っています。中学から一緒に海外遠征に帯同してもらうようになって、技術はもちろんですが、食事面、メンタル面、生活面、全てにおいて全力でサポートしてもらっていますと頭を下げました。関係者全員に感謝を述べる早田ひな選手、とても良い人間性が伝わってきますね。そんな中、比較されるのは今回パリ五輪代表選出を逃した伊藤美誠選手の発言です。パリ五輪代表選考の最終対象大会として残り1枠を争う女子シングルスは6回戦が行われ、3番手で追っていた伊藤美誠選手は木村香澄選手にマッチポイントを握ってから3、4でまさかの逆転負け、16強で散り、逆転での五輪切符獲得はなりませんでした。試合後の会見では終始涙で声を詰まらせながら2年間の代表レースを振り返り、東京五輪が終わってからは卓球は大好きだけど五輪を目標にするのはやめておけばよかったと思う瞬間がいっぱいあったと、体調不良やモチベーションに苦しんだことを明かしました。心身の歯車が噛み合わないまま、伊藤美誠選手のパリ五輪代表レースが終わりました。東京五輪で3種目全てでメダルを獲得し、混合ダブルスでは日本卓球界初の金メダルをもたらした第一人者でしたが、国内選考会が中心となったパリ、死力を尽くして勝ち取った21年夏の栄光の余韻に浸る間もなく、翌年3月からはパリに向けた代表選考会がスタート。まだ目標を立ててない間に、パリ頑張ってね、優勝してねと言われて、先に目標を立てられてしまって、わけのわからない気持ちになっていた東京五輪の絶対的エースも、選考会ではいきなり5位と出遅れました。その後も国際大会に転戦しながら、選考対象となった T リーグにも初参戦しましたが、海外とは使用球やプレースタイルが異なる国内選手との度重なる対戦にアジャストしきれないまま、疲労やダメージが蓄積、腰部の痛みに悩まされ、昨年末から今大会前にかけては咳に苦しみ、それによって肋骨にひびが入るなどの不調が重なりました。時間をかけてパリ五輪でのシングルス金メダルという目標を掲げたものの、選考レースで思うようにポイントを伸ばせず、選考大会のたびに涙しました。大事な試合の前にどうしても体調を崩す機会が結構あった。耐えて耐えて耐えまくろうと思っていたが、
最後耐えることができなくて、大きな目標としていた五輪は閉ざされてしまったと唇を噛みつつ、でも最後まで戦えたことは本当に良かったと言い聞かせました。五輪代表争いでは後手に回り、ついに完全復活を遂げることなく幕を閉じました。パリ五輪に向けては3枠目の団体戦代表に選出される可能性が残っていましたが、シングルスでの日本初の金メダルを一番のモチベーションにしていただけに、私はずっとシングルスで優勝したいことを目標にしていて、団体戦に選出されても出るかどうかはっきり決まってないと辞退する可能性も示唆。まずは落ち着いてどこまでやるかをしっかり考えたい。昔からの目標はいいところでやめたいのが一番なので、これで終われない気持ちはすごくあるんですけど、終わりたいって気持ちもある。でもいいところで終わりたいから、もう少し欲張って頑張りますと、今後のキャリアについて複雑な心中を口にしていました。まだ団体の選出枠が残っている時点でのこの発言には、ファンの中にはがっかりしたという声もありました。またリザーブという大切な枠も残っていますが、この調子であればその枠でさえ怪しくなってきます。リザーブといえば、今回パリ五輪代表選出されている早田ひな選手、平野美宇選手が担ったこともありました。2人はその時は悔しかったと口にしています。しかしその立場でしか学べないことを吸収し、悔しさをバネに努力を続けた結果が今回のパリ五輪切符獲得だったのではないでしょうか。伊藤美誠選手もまだ23歳です。リザーブの枠に入ることができるのであれば、一度その立場から学ぶという姿勢も大切なのではないでしょうか。伊藤美誠選手は4日、福島 J ビレッジで行われた福島浜通り復興スポーツフェスにゲストとして出席しました。1月の全日本選手権でパリ五輪のシングルス代表を逃して以降、初の公の場となりましたが、卓球教室やトークショーに参加し笑顔全開、東京五輪の3個のメダルも披露して観客を沸かせ、楽しかった。五輪の金メダリストとしてイベントに来られるのは現役選手では私だけなので、皆さんに喜んでもらえるのは嬉しい、皆さんが笑顔になってもらえると私も笑顔になれると声を弾ませました。涙に暮れ、身体にも言及した失意の全日本選手権から1週間、伊藤美誠選手は終始笑顔で一般参加者と交流し、イベント後の囲み取材でも前向きなコメントを連発しました。多くの励ましの言葉もかけられましたが、私はとにかく試合をして楽しんで、プラス勝てればもっと嬉しい、どんどん上を目指してやっていけたらいい、誰も成し遂げたことのないことを成し遂げられたらいいなと思っていますと、現役選手として改めて意欲。昔は中国選手に勝つことが頻繁にありましたけど、今は対策もされるし、それは当たり前、今は勝ちづらいが、でも爆発できるようにしていきたいとすごく思っているので、海外では一番を狙って頑張りたいですと決意を込めました。ようやく前を向く発言をした伊藤美誠選手、今後の張本美和選手に負けないくらいの成長が期待されています。ここからは早田ひな選手の驚きの凄さについて見ていきたいと思います。早田ひな選手は昨年の全農カップ大阪大会、張本美和選手に敗れましたが、 WTT チャンピオンズフランクフルトから帰国後はさらに競技レベルを上げるべく新しい卓球に取り組んでいるといいます。早田ひな選手の新しい卓球とは、ボールの回転量で勝負する卓球にスピードをプラスしたプレースタイルです。私は回転でボールを操るのが得意だけど、逆に回転に頼りすぎてしまうところがあると早田ひな選手。そこで体の動きや腕の振りを速くしたり、打点を上げたりして打球スピードを高めている。そのためのウェイトトレーニングにも取り組み、特に上半身のフィジカル強化に励んでいるようです。私が目指すのは半年後のオリンピック、だから今は勝てなくても我慢する時。そんな中で選考会2位は自信になった。試合前は3割ぐらいの完成度だったのが、試合をして50ぐらいになったと語っていました。公式大会で負けてもいいからと自分の成長のために調整を続けた早田ひな選手、今回の全日本選手権では再び張本美和選手と決勝での大一番となりましたが、見事に強さを見せつけ張本美和選手を下しましたね。そんな中、早田ひな選手と専属の石田大輔コーチが6日所属する日本生命を通じてコメントしました。東京五輪で補欠だった早田ひな選手はパリに向けた選考レースでは首位を独走、昨週の時点でシングルス代表の座を確定させ、
今年1月の全日本選手権では連覇を達成するなど圧倒的な強さを示してきました。石田卓球 N プラスで卓球を始め、現在は五輪での金メダルを目標に掲げる早田ひな選手。その23歳を全面的に支えるのが、長く指導する石田コーチです。初めて見た時の印象や歩み、そして感謝や今後への思いを長文のコメントに寄せました。私はひなを初めて実家の卓球場で見た時に、こんなにも集中力が高い子供がいるんだなとびっくりしました。その4歳のひながツンツンとやってきて卓球教えてください。と純粋な目でニコッとする表情は今でも同じだなとよく思い出します。それから数年して小学4年生のひなを見た時に、あれ、この攻撃力とフットワークはひょっとしたらひょっとするかもと将来への可能性を感じたことを今でも鮮明に覚えています。ただ体が小さかったのでこれからだなとも思っていましたが、中学生の時には身長も伸びて世界で勝負できると確信に変わっていました。後から聞いた話ですが、もともと牛乳が好きだったようですが、先生に言われてそれまで以上に毎日しっかりと飲むように心がけていたそうです。正直その当時の私は卓球用品の開発や全国各地で講習会をしたりと、自分にとっては天職だと思えるほどの仕事に就けていたので、自分がコーチになるイメージは湧いていなかったのですが、一生懸命に練習するひなの姿を改めて見た時に、自分の力が少しでも役に立つならと退職を決意しました。ひなを4歳から指導してきた父と母からは、毎日毎日コツコツと頑張れる子だよ、一度たりとも手を抜いたところを見たことがないから、だから絶対に良い選手になるから、誰よりも一番近くで応援して、一緒に練習して、ひなに必要そうだと思ったものを常に用意してあげて、頑張りすぎた時には休みを取ってあげてね、とバトンを受け取りました。そして現在に至るまで本当にコツコツと楽しそうに努力するひなしか見たことがありません。高校生の時に何やら珍しい面持ちで話してきたなと思ったら、もっともっと練習したいんです。どうしたらいいですか？と、その時ですらすごい努力をしているなと感じていましたが、これを超える努力ができたら超アスリートになれるかもしれないと思いました。それからは卓球だけでなく、私を含めてチームひなで食事、トレーニング、メンテナンス、勉強など、ひなが進化するために必要だと感じたことは全てに挑戦してきました。私自身はアジア選手権で3冠を取った時のひなの感触は、これはもしかして中国選手とも本当に意味で勝負できるかもしれないと感じ始めていました。そしてパリオリンピックに向けた選考レースが始まり、過酷な時の流れの中でも世界卓球で銅メダルを獲得できたことで、それまでの道のりも自信となり、未来を照らしてくれているようにも感じました。そしてこの度皆様の温かいご声援をいただいて、パリオリンピック出場が決まり、ひなが幼少の頃から夢見ていた舞台で試合ができることを大変嬉しく楽しみです。また私の父と母が口を揃えて言います。ひなは卓球は強くなって、心は優しくて、子供たちや私たちにたくさんの幸せをくれる私たちの誇りだよと、今度は周りをたくさん幸せにしてくれているひな自身がその舞台で最高の笑顔で輝けるように、全身全霊全力で支えていきたいと思っています。パリオリンピックに向けて、早田ひな、チームひな、チームジャパンへの温かいご声援を何卒よろしくお願いいたしますと、早田ひな選手の凄さを語ってくれました。いかがだったでしょうか？今回は早田ひな選手について深掘りしてきました。早田ひな選手の努力や意気込みなど、とても素晴らしいものでしたね。ますますパリ五輪での活躍に期待がかかります。伊藤美誠選手もやっと前を向いて頑張るといった意向の発言をしているため、再起に向け頑張ってほしいですね。伊藤美誠選手にも注目が集まりそうです。よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。また取り扱ってほしいアスリートがいればコメント欄で教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。